何このパワー待ってたんすよ、これ AIDZ の市場インプレッションさせていただけるということで560万ぐらい出せば買ってこれるんですか。受注ストップ知ってるよ、知ってるから。車の話出張坂戸店のコーナーです。よし、始まりました。よし、はい、よし、どうしました。待ってたんすよ、これもうめっちゃ見たくて、生でまだ一回も見たことなくて。あ、そうなんですか。そう、かっこいいっすね。多分今これカットですよ。え、なんで。カットです。なんで。わざとらしい。わざとじゃない、いや本当に本当に、あの、はい、俺カタログでしか見たことなくて、坂戸店にもあるじゃないですかカタログ。あります。それしか見たことなくて、いや本当に見て見たかったんですよ生で。はい。でカタログよりなんか意外とちっちゃくてシャープでかっこいいなと思って、まあ今車体の紹介してなかったですね。ということでですね、今回はなんと新型フェアレディ Z の試乗インプレッションをさせていただけるということで、なんと、日産さんから車をお借りしました。ありがとうございま す、ね、車の話坂戸店のコーナーすごくないですか。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、というわけで今回ですね、お借りした車はですね、はい、こちらの新型フェアレディ Z になるんですけれども、はい、ちなみにオートマです。オートマもあるマニュアルもあるんですよね。はい、6速のマニュアルと9速のオートマがあります。おお、はい、9速もあるんだ。9速もあります。あ、じゃあさぞ燃費がいいんでしょうね。あの、実はですねこの車ですねあの私実はあの仮にレンタルに、はい、あの日産さんにお伺いしまして、まあ、ちょっとこっちまで乗ってきたんですけど、高速の燃費100キロ巡航なんと16キロです。すごくないですか。16、エコカーですよ、エコカー。え、この後俺日産さんに行って560万ぐらい出せば買ってこれるんですか。知ってます。速金で受注ストップ。知ってるよ、知ってるから欲しいんじゃない、すぐ。それはあの日産さんにぜひね言っていただいて。すいません、お願いします。ありがとうございます。はい、はい、というわけでですね、まあ、まずは、はい、まあ、外観から見ていきましょう。はい、はい、あれですよね、まずロゴが最近日産さん新しくなりましたよね。はい、新しくなりました。これそうですもんね。はい、いやでもなんかすごいシャープでな、近未来的な感じのデザインになりましたよね。近未来の中にこう歴代の Z を彷彿させるデザインが、そうなんですよ、盛り込まれているところ熱くないですか。いやめっちゃかっこいいわ。でも確かにフォルムはあの先代のやつと似てますもんね。似てます。プラットフォーム共用でしたっけ。プラットフォームは共用、基本的にはベースの骨格っていうのは Z34 からの踏襲になっていて、あ、なるほど、まあ、ビッグマイナーチェンジというふうには呼ばれてますね。へー、かっこいいな。なかなか今のこのご時世こうやってスポーツカーを出していただけるもうメーカーさん大変貴重でございます。綺麗なんですよ。なんかフロントもいいんですけど、このリア良くないですか。この辺から見た時のあの盛り上がり方、いやこれはこだわってますよ。はい、ちょっとエッチですよね。エッチですねこれは。はい、いい悪い言い方をすると古臭い感じがちょっと、そのちゃんと伝統をこう重んじてますよね。はい、デザインから分かります。これ良くないですか。これフェアレディ Z ね、これいいですね。お、あとマフラーとかも結構あれですね、ちゃんと細かいところまで、そうですね、このやられてるんですね。はい、へえ、すごいっすね。さ、なんて言ってもあとエンジンですよ。エンジンです。VR30 って言うんだっけ。はい、VR30DDTT ですよね確か。405馬力。あ、よくご存知で。さっき見たもん。あ、さっき見ましたか。いやで VR30DDTT が乗ってるっていうのは知ってたんですよ。ただ何馬力だったっけなみたいな。最近のエンジンってちっちゃくてもパワー出るじゃないですか。はい、だから3リッターだったらもっとやばいのかなと思ったら案の定405馬力ですよ。こんな夢のある車ですよ。ちょっとエンジン見てもいいですか。あ、エンジン見ましょう。いいですね。あとこのボンネットもさ流線的に Y になってるんで、ここよく見るとそうです、ね、空力とか考えたんだろうな。すごく作る側は大変でしょうね。いやーこれすごいっすよ。はい、またいいっすね、このボンネットがこのね昔ながらのこれで染めるっていうのもまたロングノーズでショートデッキですからでかいですね、ボンネットもね。ツインターボだ、綺麗ですねこれ。もうあれですよね、納車って始まってるんでしたっけ。納車はもう始まってます。あ、なるほどなるほど。はい、うわー、じゃあ自分たちもじゃあほぼほぼ納車したてぐらいのイメージの感じですよね、時期的には。はい、うわー、 V6 エンジンツインターボですよ。これが405馬力を発生して、なんと燃費が16キロ。いや、意味がわかんない。燃費16キロ。意味がわかんないんですけど。なかなかちょっと語彙力というか、え、俺のダブル RX、リッター6キロしか知らないんだけど、何かおかしいのかな。
時代っていうのは いじりすぎた。いやおかしいな、そんな良くなんないんだけどな。すごいですね。でもすごいです。はいはい、はい、いやでも V6 っていうのがいいですよね。 V6 でツインターボですよ。今このご時世でメーカーでここまでやってくれるとこまずないですからね。フェアレディ Z といえば、はい、まずね開けていただくとまずこう3連メーターがね、あ、ついてるんですか。あ、はい、ついてる、すごい、3連メーターついてるんだ。いやここ、はい、ちょっと乗ってみたいんですけど、はい、まあ、あとはまずエンジンかけてみてください、はい、え、いいんですか、はい、じゃあちょっとかけてみたいと思います。あ、大人、エンジンのサウンドすごい、なんかもうバババブワーンってなるのかな、最近多いじゃないですか、はい、スポーツカーって初めのかかり始めだけ音をこうバーンって開くの多いんですけど、はい、今すごい大人でしたよ。いや、まあ、いいのがさ、こうハンドルを持ちながらとりあえずここに届くところに全部あるんですよ。左手で届くところにわざわざハンドル持ち替えてこうやらなくていいのがこだわりポイントですよね、はい、人間工学的にこう全部その左手で全てのモーションをできるっていうのは、外車だとこの辺についてたりするのありますよね。そうなんですよ、はい、そうすると一回こっちからこう持ち替えたりするんで嫌なんですけど、このだともう全然こう集中してできるんで、あ、いいですね。もう乗る前からお気に入りじゃないですか。これ乗らなくても買いますよね、ひろきさんね。もうなんとなく分かった、その作ってる人の思いがね全部ねこう詰まってる。ただただ Z を復活させようとしただけじゃなくて、 Z の中に今までのノウハウを全部入れて今までより最高の車を作ろうってしてるのがよく分かります。はい、じゃあもうやばいなこれ、ちょっと乗りましょう。田村さんと多分話したらこれ終わんないですね。なんか田村さん、まずは乗りましょう。乗りましょう。じゃあちょっと乗ってみたいと思います、はい、新型フェアリージー Z、 ついにあの新井浩樹が、あのってどの、いや、あの新井浩樹、あの、はい、うん、いや、すごい、てかめっちゃ静かですね。いや、なんか全然大人な感じだね。大人な感じですよね。もうアクセル踏むと下からトルク上がってくる、はい、すごいっす。おー、なんかでもね、車体の重さをそこまで感じないかな。結構軽快なイメージないですか。そう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 、全然なんかオートマでもすごいいいし、この変速のロスがないっていう。助手席で乗ってても変速のショックが全然来ないです、ね、感じないです。すごいねこれ、これはいいわ、このメーターもまたね、いいね、デジタルなのいいですよね。ちゃんとね、車線、まあ、今回指導を占有してるんですけど、はい、車線変更するとなんかビビビビって言いますね。ハンドルもね、なんかなんていうかな、乗りづらいほどたまにクイックなステアリングとかってあるじゃないですか。わかりますか。あ、わかります、わかります。それがね、はい、スポーツカーってだいたいすごい突き詰めるとハンドルの応答性良くしすぎて、はい、逆に乗りづらくなったりするんですけど、いい感じのこのねマイルドさというか、しっかりそして設置するこのタイヤ、これまたいいっすね。なんかこう足がすごいしなやかに動いてる感じありますね。そうそうそう、最近の車ってやっぱ足ちょっと硬いイメージが多いんですけど、この車はむしろソフトめで逆にいいなと思いますよね。乗り心地もいいし、これはすごいですね。このハンドル切ってからの安定感もいいですね。いいですね。今僕タコメーター見てたんですけど、この今2000とか3000しか回してないのに、もうなんかかなり上の回転域で回してるぐらいトルクがあるような。そうね、これ上で回したいんだ。今カメラカー多分これだいぶ焦ってると思います。上で回したいですね。ですか、マニュアル車に乗ってるかのようにこうパワー感がすごい、いきなりドンってくる感じあります。すごいすごい、
なんか普通に乗ってる時は全然普通なんだけど、そっから先のなんていうかな、踏んだ瞬間のなんか表現味がすごい、なんか違う車になりましたよね。全然違う音の盛り上がり方も、多分これもあれですが車内に音入ってきてると思うんですけど、やべーなこれ、超気持ちいいっす。はい、すいません、すごい車だ、ありがとうございました。ウバの話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。